スカジット軍は、アメリカ合衆国ワシントン州の西海岸部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は116,901人である。軍庁所在地は、マウントバーノンであり、軍内の人口最大都市でもある。マウントバーノンアナコルテス都市圏に属している。軍名は、スカジット属インディアンから取られた。 スカジット軍は1883年11月28日に、ワットコム軍から分離設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1920平方マイルであり、この内陸地は1725平方マイル、水域は185平方マイルで、水域率は9.65%である。スカジット軍は、 スカジット側の流域にある。アナコルテスにあるマジェスティック・イン・ラコナー中心街ファー・コンウェイ、ルーテル協会以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スカジット軍は州憲法で軍憲章の内軍すべてに規定されたように3人のコミッショナーが長になっている。各コミッショナーは出身地区によって指名されるが、その後に 軍全体の一般選挙で選ばれることになる。よって、地区ではなく、全軍を代表することになる。第3地区は、週刊高速道路の東側のバーリントン、セドロウーリー及び、軍東部であり、第2地区は、マウントバーノン、コンウェイ及び、軍南部、第1地区は、アナコルテス、ラコナー及び、週刊高速道路の西側とマクリーン道路の北側である。 2006年、スカジット軍海洋資源委員会が、メバル族メバルなど海底にいる魚を取りすぎから保護するために、一つ以上の金量海洋保護区を設立する研究を開始した。スカジット交通が、軍内のバス便を運航している。また、軍外のエバレット、ベリングハム、ウィンドベイ島及び亀井の島への接続便も運行している。 またアナコルテスとゲムズ島を結ぶゲムズ島フェリーも運行している。ありがとうございます。